疲れ様です。です。今日は、はい、あの会社の近くの、 あの中華料理の龍、はい、撮影許可が出て、はい、初めて食レポ。ちなみに昼は700円で全部食えたんですよ。はい、これ、まあ、日帰りランチもそうだし、このラーメンセットだね、これどれもどっちかで700円だね。はい、最近優しいですね。いやこれも全員700円だね。はい、これはこの台湾豚骨ラーメンと麻婆飯で700円。はい、で僕は台湾ラーメンとチャーハンで700円。台湾ラーメンね。そうです、うん、僕は豚骨ラーメン餃子とご飯で700円ね。はい、じゃあ今日は、はい、いただきまーす。いただきます。恥ずかしいな、食レポ。じゃあ俺も麻婆飯から行くわ。あー、なに、ラーメンから行くか。僕ラーメンから行くっすね。俺ご飯から行くわ。汁物からっすね。うん、おいしい。うまいっす。結構来たのじゃん。まあ今はあんまり来てないけど、昼飯食わんくなっちゃったから、ね、時間がずれて YouTube 撮っとるとおかしくなるじゃないですか。はい、現場行って帰って2時、3時ちょこっと弁当とか、うん、うまいなんだよ、昼飯とかあんまり食ってんの。僕らでもまたバラバラなんですけどね、うん、忙しい時とかはもう移動飯で、うん、ね、多分前も動画で紹介したと思うんですけど、うん、コンビニで移動飯してバーッと食ったりするんですけど、うん、もうでももう基本的にもうコンビニばっかなんで、まあ、朝絶対コンビニとかだもんで、もう昼は絶対どっか行こうって決めとるんですね、みんなで。あ、まあ、でかい現場とかだったら喋りが達者になったね。思った今、顔もなんかこれ決めとったもん今。いや、もうだって願いもらったよお前。上手っすよ。台湾台湾豚骨です。はい、辛いですか。辛いし、なんかこの麺こんなカチカチだった。でもこんなんだった。でもちょっとなんかピリ辛ぐらいがいいですね、うんうん、なんか台湾ラーメンでも辛いとこ辛いじゃないですか。そうですね、そんなめちゃめちゃ辛くないもんで、これ本当美味しいよな。美味しいですね。本当美味しいな。昔から来てますよ。で、この間って言って中華料理屋がもうそこじゃすぐ横にもあるでしょ。3階建てぐらいの、で、結構チェーン店があれば、チェーン店って書いて3店舗ぐらいやってるところで店もあるし、やるっすね。名前出しよ、結構激戦区だよ、これ多すぎるっすよね、本当に。でここ流行ってるんだよ。夜多くるんですよ。夜多くて、みんなでこう酒飲んで、うん、で、俺の口を聞くと絶叫を聞くと。うん、マコワン多分初めて見た。結構うまい。うまいっすか。中華いいっすよね、ほんとに。安くて量多いじゃないですか。うん、だからそうだね。職人は嬉しいよね。嬉しいっすね。いや、結構職人さんも結構いっぱい来てるし、うん、そうですね。でも結構好きなのが、うん、あの天津飯も好きなんですけど、天津飯とかにチャーハンのやつ知ってます？天津チャーハン、そうそう、知ってます？うまいですよね、天津チャーハン。あります、あります。天津飯の中に、あ、このチャーハンの上にその天津飯のあれがかかってるんですよ。それは絶対美味しいわ。めちゃくちゃうまいですよ。頼んでやってくれる。いや、俺最初天津飯って言ったことある。なんか餃子の友達みたいなやつあるし、シューマイみたいな。あ、シューマイ、シューマイ、チャーハンって。それどういうこと、どういうこと。小籠包とチャーハンみたいなやつね。上に乗せるって言ったもんね。はい、あれ上に乗せてるだけだね。別皿で持ってきてこうやってやりゃいいじゃんみたいな、なんかイメージだったんだけど。そういうことなんだ。うん、もう久々じゃないよ、この昼飯食うの。久しぶりですね。ね、久しぶりに、ほんと久しぶりだね。なかなか食べれんもんね。そうですね。前までよく現場で来てたら、うん、昼飯とか一緒に食ってましたけど、こうやってさ、YouTube やってさ、まあ、周りもそうだし、九州も結構来てるじゃん。うん、はい、どう実際、その手応えとして、まあ、1年やってるけど、ふざけてるのは本当一部なんで、うん、本当は現場の方がバーって忙しくて、うん、YouTube 一本撮るのも時間捻出して、うん、撮るんですけど、うん、でも最初はやっぱ抵抗あったじゃないですか、いろいろ。撮るのも嫌だし、時間取られるのも嫌だし、はいはいはい、おかしいし。で、またその塗装班のみんなに言わなかったんですよ、YouTube だもんで、現場のスピードも落ちちゃうから、はい、で、今はもう全然いいよ。職人が、いい職人が来てくれたんで、うん、あ、そうですね。で、応募もめちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃある。やっぱこうやって職人、あ、こういうの見て職人やってみたいなっていう人が俺は増えはいいと思うんですけどね。うん、実際そういう人も面接で、そうですね、うん、もう結局半分以上ぐらいがもうあれじゃないですか、経験したことない、だけど見て、この会社を見ていいと思ったから応募しましたっていうのが半分ぐらい、半分以上ぐらい未経験とか、もう全然
違う職種とかで憧れてやってみたいな、でも怖いなっていうのがあったんだけど、そうですね、動画見て、あ、これだったらやれるかなみたいな感じ、はい、ありますね、多いんだ、あります、足場なんて特別じゃないですか、足場多いですね、結構ね、未経験ばっかり、いとらがた1人、そうです、僕のとこに次面接来る子は大阪から来るんですけど、うん、その子もともとバス釣りのプロで、バス釣り、はい、あとユーラシア大陸っていうの、ユーラシア大陸とかなんか旅してて、うん、ユーラシア大陸ってファイナルファンタジーで出てくるやつじゃない、あ、それファイナルファンタジーは違うんじゃないですか、ユーラシア大陸本当なの、本当に幻じゃないですよ、まあそう、ちなみにそのアジアとかちょっと大きい枠の、あ、そう、はい、あ、アジアアジアとかじゃなくて、アジア大陸、あ、違うんですよ、アジアよりちょっと もう一つ大きい枠なんとかしよう、じゃあアマゾン、ちょっといいっすか、アマゾン、ちょっとくれ、地名だよ、アマゾン、変わる名前だろ、しかもそういうことで、もうアジアも入ってんの、ユーラシア大陸っていうのは、いや、多分入ってないと思います、世界に何があるの、ユーラシア大陸、もう僕は分かんないですけど、アメリカ大陸、アフリカ大陸、そう、オーストラリア大陸、アジア大陸ってあるんですか、アジア大陸、アジアがユーラシア大陸の中にある、あ、そうなんですか、めちゃ下かしちゃったんですよ、出だしてください、ユーラシア大陸って言ったらしいんですよ、普通にアジアじゃん、アジアアジアじゃないですけど、つい言ってますね、おいしいなー、餃子おいしいこのボリュームは偉いわ、俺撮影だってこれ食べてるけど結構あるよ、本当は俺結構食うけど結構量あります、量量米残したら何て言われました、いや、なんか7人の神様とかなんちゃかって言われた、俺らの時代は、あ、そうなんですか、間違ってあるって言われたっす、子供は結構ヘビーで目つぶれるよって言われたんですよ、あ、目つぶれる、そういう説ありますよ、目つぶれる、目つぶれる、まあ、でもの残したらもうなんか言われるんじゃなくて父ちゃんが横で泣いているよだもんねじゃあ本当にうちほど残したらボコボコに、あの親父やだって細胞親父ですね、あの親父が40代やばいでしょ、やばいっすね、だってこの間じゃあ暗月稼ぎ対決あったじゃん、動画あったじゃん、はい、なんか3枚ぐらい担いだんでしょ、一応はい、なんか練習してここに朝ができとんだよ、うん、70いくつだよで家でこれ実家で飯食ってる時にさ、うん、いや、あのさちょっと何枚稼げるかやってみてさ、結構練習しとったけど、まあ、3枚はいけたわ、3枚ってまあまあすごいですからね、まあまあすごい、70何歳だろうあれ、ただ二十歳の若い子とかでも、うん、モテん子はモテんすもんね、3枚、そうそうそう、うん、僕ら多分モテないですから、朝できちゃったもん、お前入れずにね、ちなみに近かったじゃないですか、もう聞いたんですよ、社長のお父さんの伝説で、うん、マウンテンバイクめっちゃ好きじゃないですか、うん、マウンテンバイクですか、それ言ったら怒られるんですけど、ロードレーサーですよ、ロードレーサー、その違いでまず怒られる、足ガチャーンってはめるやつね、そうで、トレーやつだよ、もう靴みたいにガチャーンってはめるやつでしょ、寺道、うん、君がもう聞いた話ですよ、うまさんくなってるか分かんないですけど、うん、なんかバイク乗ってて原付かなんかで、うん、で勝てるみたいな、うんうん、その社長のお父さんが自転車で、うん、あ、違う違う、寺道君って言って自転車速いだろ、こぐのってそんだけ筋肉あったらって、うん、じゃあ寺道くんママチャリで俺ロードバイクで 50m 距離上げるわって、うん、で向こうの電柱まで勝負しようやって 300m ぐらいあるんですよ、うん、じゃあおやつは無理っすよそんなもんだって、これ最高速いくつ出るんですかって、60キロぐらい出るとか言うんですよ普通に70歳で60キロ出したらダメでしょみたいな、自転車で自転車でじゃあ僕原付だったらいいっすよっつって、うん、行ったら原付会館はとりあえずやるぞとか言われて、うん、まあとりあえず僕もやったんですよ、で、レディーゴーってゴーで発進した瞬間に僕は後ろ向きだからこう笑いながらこう出してるじゃないですかおやつさんマジな顔してるわってブワーって漕いで漕いだと思ったら、あの足がカチャンでつけるもんで、ね、もう外れるやつね、そうそう、外れるようになってるじゃないですか、だけどもう力みすぎてそれがパーン外れたんですよ片足が外れた、そう、片足が外れたら、ああああああってもう勢いついたらスーパーマンみたいになっちゃってこうやってあーってこれで 10m ぐらい走っとったんですけど、こうやってヨレヨレヨレってそのパーンって吹っ飛んでってそう転んでパーンって吹っ飛んでってボール心配になってもう全員ですよ、足を柔軟で、その時10人ぐらいおって、うん、10人ぐらいが大丈夫ですかおやつさんってもう年なんであるじゃないですか、そこ吹っ飛んでたんだ、そうそう、ロードバイクなんか結構スピード出るよ、そうそうそう、60キロじゃないですけど最初そうでも結構スピード出とってで結構なんかニュースとかでもあるじゃないですか、その自転車にこ焦げて死んじゃったの、はい、ボイトより心配になって僕らも絶対怒れるよ社長にこんなのとか、おやつさん大丈夫ですかとか言ってたら頭からバーッチ流したんだよ俺のことは言えば自転車とか言って自転車じゃないって言うとか言って高いと思うんだけど俺はどうでもいいで自転車だな食レポ、今度またこんな食レポやってほしいっていう人あれば
はい、なんかコメントほしいね。そうですね、まあ、いろいろなんかやっても面白いかなと思うんで。名古屋飯とか、名古屋飯とか面白いね、店許可取れたらね、はい、で逆に店でね、うちの店使ってくださいって、あめっちゃ嬉しい。 あれば嬉しいですね。だからいいね、ぜひいいねとチャンネル登録、あのチャンネル登録最近頑張って、まず5万かな、まず5万目標にしてますんで、うん、年内5万にしてますんで、チャンネル登録といいねお願いします。お願いします。また見てね。見てね。Yeah.